ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おかしいな。何回やってもエラーが出てくるんだぜ。どうしたの魔理沙？かなり前に買った映画のブルーレイが再生できなくて困ってたんだ。ディスクに傷でも入ったんじゃないの？買ってから封も開けてなかったから傷はないと思うんだぜ。魔理沙、これブルーレイじゃないわよ。違うのか？これは HD DVD というディスクだからブルーレイプレイヤーじゃ見れないわよ。HD DVD？かなり前にブルーレイと規格争いで破れたディスクだから、今だと再生環境を用意するのも難しいかもしれないわね。そんな規格があったのか知らなかったんだぜ。せっかくだから今日はブルーレイと HD DVD の規格争いを解説するわ。どんな争いだったか気になるんだぜ。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回は2000年代に起こった次世代 DVD の規格争い、ブルーレイと HD DVD についての解説をするわね。HD DVD というもの自体知らなかったんだぜ。もう20年近くも前の出来事だから知らない人も大勢いると思うわ。それに結論から言うと HD DVD はこの争いに負けたことで、今では HD DVD という規格も滅多に聞くこともないと思うの。見た目はほとんど変わらないから間違えそうなんだぜ。それじゃあ、ここからは次世代 DVD の規格争いを詳しく説明するわ。そもそも、どうして DVD の次世代規格が必要になったんだ？それは世界中でテレビ放送がアナログからデジタルへと移行するに伴って、テレビ放送の画質が向上し、従来の DVD では不都合が多くなったことなの。DVD 自体は1990年後半には市場に投入されていて、2000年に入る頃には一般家庭へも広く普及していて、アナログ放送の 640×400 は地上解像度であれば、2時間前後の映画であれば問題なく記録はできたのだけれど、映画やテレビ番組がハイビジョンやフルハイビジョンで制作されるに伴って、記録容量が足りないという問題に陥ってしまったの。ブルーレイや HD DVD と比べるとどのくらい違うんだ？ DVD の記録容量は 4.7GB となっていて、およその録画時間もハイビジョン放送であれば35分程度とかなり短いの。アニメ1話程度しか録画できなかったんだな。そうね、かなり画質を落とすなど工夫すれば複数は入れられたけど、せっかく残すなら綺麗なままで記録したいと思うわよね。そうだな、低画質な映像って見てても疲れてくるんだよな。記録容量の問題を解決するために生まれたのが次世代規格ということだな。そういうことになるわね。ハイビジョンやフルハイビジョンを記録する前提で規格策定されたことで、1枚のディスクで HD DVD は 15GB、ブルーレイは 25GB の記録を可能にしたの。この時点で HD DVD はブルーレイに容量で負けてたんだな。確かに記録容量の面では当時からブルーレイに負けてると指摘はあったのだけど、HD DVD 陣営は様々な理由でブルーレイには絶対負けないと考えていたの。まず、HD DVD 陣営は東芝、NEC、マイクロソフト、インテルが中心に構成されていて、映画の配給元であるユニバーサルやワーナーブラザーズも支持していて、対するブルーレイ陣営はソニー、フィリップス、日立、サムスンなどが中心になっていて、映画の配給元もソニー、ピクチャーズ、ディズニー、20世紀フォックスが支持したの。どっちも大手家電メーカーや映画会社が名を連ねてるんだな。そもそも規格を策定する段階で統一することはできなかったのか？当初は規格を統一するための交渉が行われていたのだけれど、結果的には双方の主張がまとまらず交渉は決裂し規格は二分されてしまったの。規格を統一するのも一筋縄ではいかないんだな。ただ当時は HD DVD 側が圧倒的に有利だとも言われていたの。どうしてなんだ？ HD DVD は名前の通り DVD の後継規格として互換性を保っていて、季節のディスク製造設備の多くが有用可能だったことから、販売価格を当初からかなり抑えることが可能とされていて、対するブルーレイは製造設備を新しく作る必要があり、設備の建設コストを回収するまでは販売価格が高くなると言われていたの。もともとある設備を使えるのは確かに強みなんだぜ。それから HD DVD 陣営にはマイクロソフトやインテルといった最大手のコンピュータ会社がついたことでパソコンへの導入が積極的に進んだの。パソコンで覇権を握ってしまえば一気に普及しそうだな。この時点では HD DVD が圧勝しそうな雰囲気があるな。そうね、記録容量以外の要素では HD DVD が有利という状況で、
さらに容量の問題についても多層化という技術で解決したの。多層化ってなんだ？多層化というのはディスクの記録層と呼ばれる部分を重ねることで記録容量を増やす技術のことで、一般的には2層式にすることで記録容量を倍にすることができたの。もともとは DVD の頃からあった技術で、ゲームソフトなどでは2層式ディスクが採用されることが多かったの。でもブルーレイも2層式を採用すれば HDDVD に圧勝できるんじゃないのか？残念ながら当時はブルーレイの多層化は技術的に難しいとされていたの。どうしてなんだ？ブルーレイは表面の保護層がわずか 0.1 ミリという薄さで、その上にある記録層へ DVD よりも高密度にレーザー光を用いて記録することから、多層化する際に読み込み不良が起きる可能性が高く実現は難しいとされたの。さらに保護層が薄い弊害としてわずかな傷や汚れにも弱く、初期のブルーレイディスクはカートリッジ式となっていたの。ブルーレイは不織布ケースで保管するだけでも読み込めなくなるって聞いたことあるな。そうね、実際に私も大事なブルーレイを不織布に入れてダメにしたことがあるわ。対する HDDVD は保護層は 0.6 ミリとブルーレイよりもかなり厚く、すでに DVD で多層化技術も確立されていたことから多層化も容易だったの。なるほどな、これが HDDVD 陣営の勝機だったんだな。録画容量、時間の問題は以前にも VHS とベータマックスの争いの時にも発生していて、圧倒的な高画質、高音質、小型なカートリッジを売りにしたベータマックスも、最終的には映画1本分の約2時間録画ができないため敗北したこともあるから、今回も企画争いの最重要項目になるとされたの。ちなみに以前に VHS とベータマックスの話題を扱ったこともあるから、興味があれば概要欄から覗いてほしいわ。HDDVD は容量に劣る分を多層化と低価格を武器に戦おうとしたんだな。そういうことになるわね。こういった背景も含めて当初から HDDVD が優勢とされていたのだけど、さらに HDDVD 陣営はアメリカの市場を中心に、HDDVD プレイヤーを値下げして約1万円の低価格で販売することで普及を進めたの。値下げ前はいくらくらいだったんだ？ HDDVD プレイヤーの多くは平均4万円前後の価格帯で販売されていたわ。かなり大胆に値引きしてるけど利益は出ているのか？おそらく利益はほとんど出ていないか赤字での販売だったはずね。利益が出ないのに商売として成り立つのか？こういった企画争いでは競合よりいかに早くシェアを広げるかが勝負の決め手だから、先行投資としての値下げだったの。これはゲーム機本体の価格を抑えてソフトで利益を出していくという、ゲーム機市場などではよく見られる販売手法になるの。なるほどな、ブルーレイよりも先に普及すれば後から回収できたということだな。結果的にこの戦略は成功したのか？ HDDVD プレイヤーを普及させるという目的としては達成したのだけど、映画などのディスク販売についてはプレイヤーの普及台数と比較して低調が続いたの。プレイヤーが普及すればディスクも比例して伸びるんじゃなかったのか？本来であればその予想通りに伸びていくはずなんだけど、HDDVD プレイヤーは既存の DVD と互換性があったことから、高性能な DVD プレイヤーとして普及してしまい、HDDVD ディスク自体の販売数は伸びなかったの。最大の特徴だった互換性があだになってしまったんだな。そして、HDDVD 陣営の予想とは裏腹にブルーレイは急速に進化を遂げて、ディスクの多層化が早々に実現し、ブルーレイの機能性などが再評価されることになったの。HDDVD 側の予想が甘かったんだな。じわじわとブルーレイがシェアを伸ばしていく中で、この勝負を決定づけるある製品が発売されることになるの。ある製品？それはソニーから発売された家庭用ゲーム機プレイステーション3で、プレイステーション3はゲームソフトをブルーレイディスクで供給し、さらに映画などの映像作品を再生するプレイヤーとしても利用できたの。プレステに搭載されると勝ち目はなさそうだな。でも HDDVD 陣営のマイクロソフトも Xbox で対抗できるんじゃないのか？確かに当時は Xbox360 に外付け機器として HDDVD に対応はしたのだけど、別途購入が必要なオプションということから普及は進まなかったの。わざわざ買ってまでは必要とされてなかったんだな。この頃にはすでにブルーレイは9割近くのシェアとなっていて、普及とともにディスクや再生機の販売価格も DVD と同程度まで下がったことで、HDDVD の優位性はほとんどなくなってしまい、ワーナーブラザーズ社が HDDVD での映画供給をやめたことを皮切りに、アメリカ最大手の小売店ウォルマートも取り扱いを中止し、
さらに当時大手レンタルショップだったネットフリックスもブルーレイのみの取り扱いを表明したの。畳みかけるように HDDVD は締め出しをされたんだな。この一連の出来事により、HDDVD 陣営の中心にいた東芝は撤退を表明し、HDDVD は市場から消え去ったの。当時は HDDVD 機器を買った人は買い直しをすることになったんだな。そうね、大多数のユーザーは買い直しとなったけど、大手家電量販店はブルーレイ対応機への交換に応じるなどの対応もあったみたい。ということで HDDVD とブルーレイの規格争いの話題は以上になるわ。ビデオテープの時と同じように新しい規格の商品は気をつけないといけないんだな。新しいもの好きの人ほど注意して買わないと後悔するかもしれないわね。今はテレビ番組や映画はネット配信が中心となりつつあるから、今後はこのような規格争いはなくなるかもしれないけど、同じような状況になった時は様子を見ることも大事だと思うわ。当時のことを覚えている人はぜひコメントで教えてほしいんだぜ。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。